そろそろあのガキの様子を見に行くか。いい加減甘さが抜けているといいが。おお、なんというパワーだ。いや、はっ。いや、ふん、雑魚がいるようだな。せいや。それ以前にくたばっているか。いつでもいいぜ、かかってこい。その程度だったか。あそこか。なんとかくたばってなかったようだな。パクパク、マンゴマン。覚悟を決めろ。ピッコロさんは僕の師匠。リンゴ一つ自分で取れずに泣いていたガキが少しはマシになったようだな。僕をここに置いていったおじさん。俺はピッコロだ、覚えておけ。ピッコロさん。お父さんが昔戦ったことがあるって言ってたあのピッコロさん。少しは父親から俺のことを聞いていたか。ならば俺の恐ろしさも聞いているだろうな。あ、確か昔はピッコロ大魔王っていう悪いやつだったって。では本格的にしごいてやるとするか。まずは飛べるくらいにはなってもらうぞ。よし、そうだ。木のコントロールができ始めたようだな。浮かれていられるのも今のうちだ。本当の戦い方を教えてやる。手合わせの準備をしろ。準備ができたら俺のところへ来るんだ。念のため言っておくが、逃げるなよ。いいな。なんとか飛べるようになれたけど、ピッコロさんと手合わせか。ちょっと怖いな。はっ。はっ。僕でもなんとか勝てそう。ピッコロさんもっと優しければいいのに。このままじゃ死んじゃう。行くぞ。よし、怖いけどやるしかない。逃げずに来たな。始めるぞ。
さっさと構えろ。はい。見るのではない、感じる。どうしたらいいか考えろ。そして動け。6ヶ月しかないんだぞ。この半年で泣き虫だけはなんとか治ったようだな。ねえ、ピッコロさんは昔お父さんと戦ったんでしょ？まだ戦いは終わっていない。サイヤ人を倒したら次は貴様の父の番だ。でもお父さん言ってたよ。生まれ変わったピッコロさんは前みたいにむちゃくちゃ悪い人じゃないみたいだって。ち、僕もちょっとそう思う。お母さんやおじいちゃんは怖がってたけどね。くだらんことを言ってないでさっさと寝てしまえ。明日はこんな優しい仕置きじゃないぞ。腐ったりが。